はい、では第3問いの,の3番に参りましょう下線部 C は繊維という言葉です以下の5つは教科書レベルの知識「繊維」から森林が形成されるという内容が頭に入っていれば十分解けますでは適切なものを1つ選んでいくことにいたしましょう丸の1番から検証します繊維が進み 極層となっている森林では種の構成が全体として大きく変化しないはい実はこれが正解ですね極層になっているっていうことは、えー、新たな種が入ってきても、えー、既存にいる種が、えー、ガードしてしまって新しいもの入ってこないとかねで特定の種類だんだん成熟していくと少なくなっていくっていうことが生じる という事実を知っていればいいですこれは正しいですでは2345にある間違いを探し出していきましょう2番です繊維が進み極層となった森林の林床地表の付近はどこも同じ程度の暗さに保たれているこれは例外事項が発生するということが分かってくれればいいです例えば森林が 何らかの自然災害なんかで破壊されるようなギャップというのが生じたらそこだけ明るくなる、ね、あのドラゴンボールやナルトの世界のように、ね、森にボコッと穴開くようなもんだと思ってくれればいいですあのギャップが起こると急に明るい部分というのができるんですよね例外事項があるからカットでいいです3番です噴火直後の溶岩大地から始まり森林に至る 典型的な繊維は拉致高原、草原、草木、木、低木逆ですね低い木草から低木が生えてきて高木になって森を形成するうん逆だよっていうふうに跳ねるだけでいいです、えー、4つ目噴火直後の溶岩台地から始まり森林に至る繊維の初期では 窒素化合物などの栄養塩や水分を豊富に利用できるためこのような環境に適した植物が侵入定着するはい噴火直後のぐちゃぐちゃなところって水分干上がってる可能性がありますねものすごく状況が良くないようなところです豊富に利用できるではなくできないためそういう、えー、過酷な状況に対応できる植物から 入ってくるよっていうことを知識で持っていればいいと思います5番です故障から始まる繊維は完成繊維ではなく湿性繊維ねあの水で濡れてるやんっていう風に思ってくれればいいです乾いてませんこれでカットするだけで結構でしたはいでは次の問題へ参りましょう